どうも、国でーす。今日ですね、社内からのお届けとなります。すいません、ちょっと動画の編集間に合ってなくてですね、めちゃめちゃこれ暫定的な動画になってしまうんですけども、まぁ、あ、ちょっとね、あのー、後からちゃんとした、あのー、動画を上げるので、ちょっとこれは今日は、これで勘弁してほしいなっていう感じの動画なんですけども、えー、何かと言いますとね、ちょっと重大発表があります。何の重大発表かというとですね、まぁ、あ、僕のね、野球チーム、クーニンズに関わることですね、クーニンズに何の、何の重大発表あるのってとこなんですけども、その、 重大発表の内容なんですけども、なんとなんとですよ。まあ、選手はね、まだ今ちょうど獲得中でしょう。選手以外の部分もちょっとずつ動いてるんですよ。何の選手以外の部分動いてんねんって話なんですけども、もうそれ一個しかないでしょう。選手のモチベーションを上げる部分ですよ。そう。マネージャーさんの部分なんです。マネージャーさんの、あのー、ね、獲得をね、僕はちょっと急いでおりまして。でですね、 重大発表があります。これはほんとね、後からね、ちゃんとした動画でね、またやりたいんですけども、ちょっと今日はね、そのいろいろ間に合ってないので、もう暫定でね、あんま言いたくないそれ、ね、ネタバレになるんでね。ネタバレになるんであんま言いたくないんですけども、もうちょっとね、ほんと内容が一切ないのでもうちょっと申し訳ないな、っていうことで、ちょっと今日暫定でね、暫定でちょっとね、ちょっと暫定なんですけども、まあちょっとね、ほんとね、その結果だけお伝えするのも、もうほんね、ちょっとね、どうなのってね、結果だけお伝えして面白いのっていうところあるんですけどね、 まあでも内容がないよりもいいかなってことね。内容がないよ。今日の動画、ショーもないよ。みたいな。何にふんでんねんってね。何にふんでんねんお前って話なんですけども。まあ本当何が言いたいかったね。あれです。クーリンズのマネージャーについてなんですけどね。先週以外のマネージャーって部分については全くね、今までね、こう触れてこなかった部分なんですけども、マネージャーさんがね、実は、ある程度。ある程度ですよ。決まったかもしれないですよ。じゃあそのマネージャーさん、どういう人なの 気になりますよね。マネージャーさんどういう人なのかクーニンズのマネージャーどういう人なのか教えましょう。クーニンズのマネージャーなんですけど、びっくりです。これほんとね、選手選考にも関わってくる。選手選考も20歳以上って言ってたんですけど、そこもちょっと変えていかないといけないかもしれないぐらい重大なね、お話なんですけども、クーニンズのマネージャーはですね、なんと、なんと、 JK です。